おしゃまんべ町。おしゃまんべ町は、北海道と東総合振興局北部にある町。南北に伸びた町域を要し、交通の要衝として、昭和時代から栄えてきた町である。丘陵が起伏し、おしゃまんべ岳など大部分が、産地によって占められ、内浦湾、噴火湾沿いに平地が、帯状に分布し、おしゃまんべ川、門別川、訓乃川沿いに平坦で肥沃な農耕地を有する。 海岸のほとんどは砂浜で、海は遠浅。気候は春から夏にかけて低温日が多い。これは海からの冷たい風によるものだとされている。冬季は東北の季節風が強く、北部と山間部を除き積雪量は比較的少なく、気温も低くない。ただし、おしゃまんべ町は豪雪地帯対策特別措置法上の指定地域となっている。 アイヌ語に由来するが諸説あり、特定史がタイとされる。古くはこの地はアイヌの先住地であった。和人の支配地になると、お島半島の地境部に位置するオシャマンベイは、日本海側と太平洋側を往来する交通の要衝として重視されることとなる。1960年代には人口1万5000人を超えていたが、急激な過疎化が進行している。 男女とも18から19歳の人口が突出して多いが、これは町内に全寮制の東京理科大学おしゃまんべキャンパスがあるためである。おしゃまんべ町、おしゃまんべ地区を細分化した通称名の住所が存在する。通称名の正式な住居表示化も検討されたが、多大な費用がかかることから断念している。2010年12月におしゃまんべ町は、 第3次町万部町まちづくり総合計画を策定。2011年度から2020年度までの計画期間で実施中である。日常生活に支障のある在宅高齢者等を対象として、給配食サービス、外出支援サービス、訪問安否確認サービス、緊急通報システムサービス、軽度生活援助サービスがあり、それらのサービス利用には所得状況に応じて、 費用軽減が適用されるなど、高齢者の独居貧困問題に対応した施策が運用されている。長域北部の一部地域は、白原子力発電所から 50km 圏内に位置しているが、地域防災計画や避難計画の対象となる緊急事防護、措置準備区域ではない。おしゃま安部町は人口減少が著しく、 最盛期の約1万5千人から約1万人減少し、町内の市街地区移動化が進んでいる。宅地固定資産の定時平均価格は、1平方メートルあたり1918円で、お島管区内の市町村の中では、最も安くなっている。また、商店の廃業も深刻で、町唯一の書店であるかと、書店が2017年に閉店したことで、いわゆる書店空白地帯となった。 町は、は、以下の地域指指定定を受けている。指定にかかるに係事業規模二千十七年3月四日の JR 北海道のダイヤ改正に伴い北豊津駅と荒火台駅が廃止路線延便となり通院 通学者等町民の交通利便性は低下した。町は通信支援事業やスクールバスによる通学支援を検討し、経費負担について JR 北海道と協議したが、2017年、調整執行方針策定時点で結論は出ていない。おしゃまんべ町市街区域は、おしゃまんべ町営ガス工場より、町が都市ガスの供給を行っている。 1997年、平成9年に、千歳市ガス水道局、現地都市市水道局、2006年、平成18年に、北見市企業局のガス事業が、北海道ガス、伊香北ガスに譲渡されて、以降、地方公営企業によるガス事業は、北海道内で唯一である。主な財政指標は、以下の通り、平成の大学併期には、 す郡ぐん黒松内町との合併協議会を設置したが、合併に至ることなく解散し、単独調整を維持している。オシャマンベ町内で合併反対派が半数以上を占めた理由としては、九百九十八年に建て替え完了したばかりであったオシャマンベ町役場を本庁舎としなかったイコール新、オシャマンベ町の中心街が、オシャマンベ地区の二分の一の人口市内。 黒松内地区となることであった。酪農、林業、漁業、ホタテ、カニガサ館、スーパーマーケットドラッグストアホームセンター。かつて、おしゃまんべ駅は、札幌函館間を結ぶ函館本線、及び室蘭本線、瀬田名線の接続地点として、重要な役割を担い、おしゃまんべ運転区、機関区も置かれていたが、現在は廃止されている。 現在、高速箱館号の停留所は町内に存在しないが、高速瀬田名号の停留所は平里地区のおしゃまんべ物産センター前に停車する。おしゃまん町は、北海道運輸局による一般乗用旅客自動車運送事業、タクシーの自動認可運賃等では、北海道 D 地区の運賃となる。現在、おしゃまん中央商店街が存在する本町2を、 ちょうどから堂々への格上げが検討されているが、実行には至っていない。本町通は、おしゃまんべバイパスが、共用開始まで国道後、七二百三十号線として、使用されていた。かつては、聖火利金山市街にも、村立小学校の分校が存在した。1五十一年までは、おしゃまんべ町警察署、自治体警察が存在したが、 住民投票で廃止となった。また、おしゃま機構内に、鉄道警察隊おしゃまん詰め所があったが、これも廃止されている。訓ん地区に、北海信用金庫国ぬ支店が存在したが、利用客減少のため廃止された。かつては、おしゃま信用金庫があったが、1991年、平成3年に、北海信用金庫と合併して消滅。 その北海新金を札幌信用金庫、小樽信用金庫との合併により2018年、平成30年から北海道、信用金庫新金北海道となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。